ジョン・ハワード・ノースロップは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ヨンカーズ出身の生、科学者。1946年のノーベル科学賞受賞者として知られる。ニューヨーク州のヨンカーズで生まれた。父親は、コロンビア大学の動物学の教授、ジョン・イザイア・ノースロップ。母親は、ハンター・カレッジの植物学の教授、アリス・リッチ・ノースロップである。1915年。 コロンビア大学で博士号を取得。第一次世界大戦では、米陸軍の科学船部隊で、アセトンとエタノールを発酵によって製造する研究を行っていた。この研究がきっかけで酵素について学ぶこととなった。1919年には、胃の消化酵素ペプシンの単理、結晶化に成功し、それがタンパク質であると同定した。さらに1938年には、 バクテリオファージの結晶化に世界で初めて成功。それが核酸とタンパク質の混合物であることを示した。彼の業績としてはトリプシン、ペプシノーゲン、キモトリプシン及びカルボキシペプチダーゼの結晶及びタンリが挙げられる。酵素を解析するには不純物の内純物質を取り出す必要があり、また構造を知るためには結晶を X 線解説して調べる必要がある。そのため、彼の研究は、酵素の構造解明に一役買ったと言えるだろう。1916年から1961年まで、ロックフェラー研究所に在籍。1949年には、カリフォルニア大学バークレー校の教授に就任。引退後、アリゾナ州ウィッケンバーグで没。ありがとうございます。